まあよくね、なぜ大津さんに代表権渡したのってこう言われるんですけど、まあ、彼女の政策っていうか、僕、彼女の悩みをね見て、すごいその通りだなと思ったのは、市議会議員というか、彼女の場合、区議会議員選に立候補すると、そこでいろいろと公約を並べるわけですよね。でもそんなのって全部嘘なんですよ。区議会議員になっても何もできないんですよ。すぐ気づくんです、それ。区議会議員になって、例えば橋を架けるとか、その道路を整備するとかって、それは区長の仕事、ここだったら市長の仕事であって、市議会議員とか区議会議員って、そもそも公約掲げられないんですよ。ここね、皆さんからすると、同じ選挙で投票して選ぶ議員、政治家だから、仕事が一緒と思うかもしれないんですが、これ、市長はいわゆる行政側に入るので、例えば皆さんの納税情報とか見れるんですよ、個人情報、行政側だから。でも、市議会議員になっても、それ見れないんですよ。これは行政をチェックする立法側だからですね。だから、守秘義務もないんですよ。議員側には。もちろん市長には守秘義務があります。それによって知った情報を出していきません。だから、いわゆる区長とか市長と市議会議員は、ちょっと勉強したら、あ、自分たちって何もできないんだな。例えば、動物、犬猫殺処分ゼロ。できるのは首長だけなんですよ。市議会議員とか区議会議員はできません。まあ、正確に言うと、議会で過半数を占めて、半分以上の議員が提案すれば、いわゆる議員立法と言われるものですね。議員の方からこういう法律を作ってください。まあ、市議会議員、区議会議員で言えば条例って言いますけども、その議員が作る条例なんてほとんどないです。ほとんどは行政側から、まあ、厚生労働省がこういう形で生活保護に関しての条例を作れってきて、それを市長が提案して、市議会が賛成多数で可決するみたいなことなんで、だから、区議会議員、市議会議員の公約って、嘘になるんですよ。言えば言うほど虚しくなってくる。それに大津さんがすごく悩んでらっしゃったんですよね。でも、できもしないことを言わないと選挙に当選しないっていうのを彼女の YouTube を見てね、まあ、この子はすごくいいところに、いい壁に早くぶつかったなと思って、まあ、それで11億借金あるけども、党首やれない、やってみないって言ったら本人がやると。なんか今になると11億の借金知りませんでしたとか言うんですけど、いや、ちゃんと記者会見の時に11億借金あるけど、いや、まあまあ、で、僕最近思ってるのは、弱い人って平気で嘘つきますね。弱い人は嘘つくんだなと思ってます。自分に都合の悪いことを隠したり嘘をついたりするんだなって思っていて、まあ、自分は本当にそういう意味じゃ強く、正直に生きれる自分が強いなとも思ってます。面白い話もしないとせっかく立ち止まっていただいているので、ちょっと面白い話をすると、NHK の朝6時の政見放送って、これ、芝のやつって見れた。まあ、ジャニーズの問題。ジャニー喜多川さんが、その男の子たちに、まあ、性的虐待をしたっていうものを、ジャニーさんの映像付きで放送しました。これもね、まあ、国政政党の特権なんで、まあ、大津さんの名前じゃなくて斉藤健一郎の名前で持ち込めたので、まあ、今、代表はどっちやねんって言われたら、うんうんうんって感じなんですけど、まあでも、ジャニーさんのそういった性的な虐待に対して、NHK で9分間かけてね、ワイドショー番組のようにオンエアしました。見てる人は NHK で民放のワイドショー始まったんちゃうかみたいな。しかもジャニーさんがそんなことしてたっていう都市伝説は聞いてるけど、マジかよみたいな。で、これまで告白してきた男の子って大体ちょっと目立たない人。でも、昨日画面に出てきたカウアン・岡本君っていうのは、いわゆるキング&プリンスの平野君の同期で、なんと昨日の告白では、ジャニーさんとそのカウアン君と平野君が3人で同じベッドで、えらい目に遭わされたと、まあ、いうような告白もあって、なぜ、そのキング&プリンスの平野君が、ジャニーズ事務所を辞めるのかっていうことについて、外国に行ったらジャニーズ事務所は危険な事務所になるので、海外ではデビューできない。要はそんな子供に対して性的な虐待をするような事務所と、これは日本以外の世界の共通で、ジャニーズ事務所は危険な事務所、子供に対して性的虐待をする事務所ってもう知られてるんですよね。で、日本だけはそういった情報が伝わらず、なんかまるで都市伝説のようになってると。これが、まあ最初に、まあこれを暴いていったというか、まあやったのは文春ですけど、ジャニーズ問題はね。ただ、もう今ご存知の通り、楽天の三木谷さんの問題も、これ週刊誌がやってくれてますけど、テレビやっぱり追いかけませんよね。三木谷さんが、なんか悪いことしてるな、暴力団と付き合いがあるなって、あの写真見たら誰でもわかるじゃないですか。腰に手を回してね、ちょっと乳首が透けるシャツ着て、隣にYOSHIKIさんがいて3人いるわけですよね。その写真が出てるのに関係ないと。その写真を撮られた主は、自分はコカインの密売してましたって言って、当時は暴力団でしたって言ってるのに、三木谷さんは記者会見も開かず、そんな事実はありません。取材に行けよ NHK って話なんですよ。民放や週刊誌の記者は、はっきりと言います。三木谷さんの悪口は言えません。会社が潰れるから。もちろんこんなの原稿書いても上で止められます。だから三木谷さんの取材には行けませんって、正直にはっきりと言ってくれます。だから田島さんすいません、三木谷さんの取材に行けません。じゃあ NHK さんどうなのって NHK の記者に聞いたら、いやーもう田島さんもお分かりの通りみたいな感じなんですよね。いやいやいや、NHK は別に民放さんは分かるよ。スポンサー料もらえなくなったら、会社が潰れて記者の皆さんの生活できなくなるから、それは分かるけど、NHK は三木谷さんと喧嘩しても、楽天と喧嘩しても、受信料入ってくるでしょって言っても、いやー、それが、で止まっちゃうんですよ。歯切れ悪いんですよ。どっかでつながってるんですよね、もう。NHK っていうのは、大企業とつながっちゃいけないから、放送法でコマーシャルは禁止なんですよ。よくね、NHK もコマーシャルしたらいいのにって言いますけど、あれ、法律で禁止されてるんですよ。その代わり皆さんから1ヶ月2220円もらえるようになってるわけですけどね。だから本来 NHK そういう説明をしなきゃいけない。でも、大企業とガチンコで喧嘩してないから、もう説明すればするほど矛盾してるんですよ。公共放送の使命や役割を説明すると、NHK は公共放送の仕事してないってなるんですよ。だから受信料払わないっていう人が増えてきてるわけですよね。もちろん法律では NHK にお金を払わなくてもいいってなってます。皆さんは個人情報を教えるまでです。契約までです。つまり皆さんの住所と名前と電話番号とメールアドレス。これはテレビがある人は伝えなければいけないって法律があります。でもお金を払うかどうかは NHK と皆さんの話し合いです。話し合いをするために個人情報を教えなさいと国は言ってるだけなんです。だから、個人情報を教えない、つまり契約しない人は、20年でも30年でも遡ってお金を払い、しかも今月から3倍です、料金ね。まあ、ある意味納得できるんですよ。だって、隠れてやってるんだから。でも、契約してお金を払わない人は、それは NHK の説得が弱いというか、だから時効5年なんですよ。割増金も。利息もないんですよ。だから契約して NHK に個人情報を堂々と伝えて、あんたたちジャニーズの問題もやらないし、楽天三木谷さんの取材も行かない。何が公共放送なんだと。いい加減にしろと。なぜ三木谷さんに取材に行かないのか言ってみろって言われたら、はい、すいません、帰りますって終わりなんです。もちろん、みんなから受信料取れよと。スクランブル放送しろよ。皆さんの怒りをぶつけてほしいから、契約まではぜひしていただきたい。っていうお願いをしているわけです。で、もちろん契約してもし裁判になって負けたら私が払いますよ。もしくは私のお金がなければ浜田参議院議員や斉藤参議院議員が持っている、入ってくる国からもらえる領収書のいらないお金、1ヶ月1人165万円もらえます。みんな全ての国会議員もらえるんですよ。2人で330万円。この2人僕に預けてくれてます。だから NHK から裁判されたらそのお金を使って今補填していってます。裁判費用と NHK に払うべき受信料払ってます。ただ、未契約で裁判になっちゃうと金額がもう20万とか30万とかでかくなるので、もうそれは今月から受け付けていません。ただ相談には乗りますけどね。もうスクランブル放送はやる気がない。NHK も他の政党の人もやる気がない。ネットで受信料を取るって言われないようにしなきゃいけないんで、そこは絶対止めなきゃいけないんです。週7レステレビもいくら普及させても、インターネットで受信料とか言い出したら、これどうしようもできないので、まあ、それは止めなきゃいけないんですが、ただ、ネットで NHK にお金を払えなんて言ったら、自民党、間違いなく崩壊しますよ。いくらなんでもバカにするな有権者ってなります。この国は確かに今自民党が仕切ってます。ただ、得票数を見ていただければわかるんですが、去年の参議院選挙で自民党が取った票っていうのは、1900万票。2000万票いってません。NHK 党125万票です。15分の1ぐらい取ってるんですよ。15分の1ぐらい取ってるけど、議席数は向こう500、400いくらでこっち2なんで、200分の1しか議席がないんですよ。これは選挙制度のマジックなんで、1番しか当選しないから、少数の意見ってどんどん切り捨てられるんですよね。ただ、今言ったように、1900対、まあ、100。で、その差、もう20倍切ってるんですよ。で、なぜ政治家女子法廷とどうってやってるかって言ったら、こういう女の子たちが選挙に行かない。その選挙に行かない子たちに、どうやってアプローチするかって言ったら、そんな選挙の小難しいこと言ったら、アルゴリズムに引っかかってこないんですよ。YouTube のお気に入りっていうか、おすすめ動画が出てくるのは、女の子たちはニュースとかやったらダメなんですよ。だから、政治家女子っていうような形でアイドルを集めるところに、うまく政治の話を入れていく。アルゴリズムを変えちゃいけないんですよ。だから、女の子たちを今集めて、その中から一部は選挙に出てもらって、多くの人はミュージカルをしたりね、舞台で芝居をしたり、ステージで踊ってもらったりっていうことを考えているんです。それは、民主主義である以上は、選挙に行かない 50% をいかに取り込むかを考えていてね。だから、なんで政治家女子女の子集めてんねんとか、そんな鼻の下伸ばすから選びに合うねんっていうのは、それは違います。僕は別に女の子集めてこんなハーレムしたいわけじゃないです。NHK をぶっ壊す。